第10特攻機動連隊第1複雑中隊です。
行進部隊は第10北欧機動連隊第3通過集隊です。中隊長は白戸武雄一等陸尉、茨城県出身。要望事項挑戦を掲げ、日々隊務運営に努めております。厚別市大江町の防衛警備災害派遣を担当する部隊です。中隊長は安田典人担当陸下、静岡県出身。要望事項部隊であれ陸下であれを掲げ、日々隊務運営に努めております。立川市の防衛警備災害派遣を担当する部隊です。中隊長は松国広一等陸尉、岩手県出身。要望事項国王任務の完遂を掲げ、日々隊務運営に努めております。光市紋別町の防衛警備災害派遣を担当する部隊です。行進部隊は第11東方支援隊国王機動特設支援中隊です。中隊長は竹村光輝一等陸尉、福岡県出身。要望事項最善を尽くせを掲げ、日々隊の運営に努めております。連隊と密接に連携し、各地作業機械の整備回収を行う部隊です。
行進部隊は、ソ連部隊、バスカフォースです。今般の様々な自然災害等に対して、発災から1時間以内に渡航できる体制を24時間365日保持し、迅速に機動展開して国民の生命と財産を守るため待機している部隊です。関越部隊指揮官が関越行進の終了報告をいたします。